はい、皆さんこんにちは、ハイシェイス。本日はですね、87歳のボディービルダーのですね、金沢様がですね、マスターズ14回優勝しているというところで、本日はこの金沢さんがこだわる徹底的な食生活、こちらについてですね、お話をしてみたいと思います。もし本日の内容が興味ある方は最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。 Let's get started。はい、それではですね、早速本日のコンテンツの方を始めていきたいと思います。87歳でトップクラスのビルダーっていうのはね、素晴らしいことだと思うんですけども、金沢さんという方がですね、非常に気をつけているのがですね、50歳から肉、魚、牛乳、ヨーグルトっていうのは食べてなくて、1日3食玄米、納豆、味噌汁というですね、昔の人たちが取っていた質素な食べ物でずっと来ているというところをですね、言っております。胃腸の調子を整えることっていうのが健康の管理にずっとに重要であるということをですね、金沢さんはおっしゃっております。やはりですね、この40代とか私も越してきますとですね、体調管理というのはですね、だんだんと重要性を増してきてまして、もはやですね、健康管理というのは仕事の一環というふうにですね、思っております。美容家として長く生きて活躍していくため、それから人間としてもね、長く生きていくためにはですね、やはりこの健康を損なってしまうと、それが全てダメなわけですから、それが結局業績ダウンにもつながっていくわけですよ。なのでしっかりと長くですね、いいパフォーマンスを出していくためには、なるべくこの病気というものにはですね、ならない、もちろん怪我とかもならないようにしていく必要があるというふうに思ってます。私もですね、今毎日有酸素運動っていうのをですね、約140分ぐらいですね、やってるんですけども、食事管理はですね、今だいたい1日2食ぐらいにしてますけども、まだまだできてないこといっぱいありますし、私もまだ脂っこいものとか甘いものも好きだったりとか、そういうのもありますので、そこに関してはですね、まだまだしっかりとやっていく必要があるなというふうに思います。ビジネスもそうだと思うんですけども、20代の時のビジネスの仕方、それから30代、40代っていうのはだんだんと変わっていきますよね。最初は時間とパワーはいっぱいあるけども資金がない、そして30代はだんだんと資金もできてくる、で40代は資金もある程度出てきて、体力的にも少しずつ衰えが出てくる、そういった時代になっていくと思うんですけども、食生活っていうのもですね、本当に全く同じことでして、昔はですね、そういうラーメンとかカツ丼だったりとか、まあ、そういった脂っこいものとか炭水化物もしっかりとっていた時期からですね、そういうのをだんだんと減らして、納豆とか魚とか野菜とかっていうのをですね、中心にしていく、そして脂質を減らしていくというのをですね、やっていくってことがですね、非常に重要になってきますし、人間ちょっとね、この3食っていうのをそもそも食べ過ぎだっていうふうに言われてまして、空腹の時間っていうのをね、しっかり作ってあげる、それをすることによってしっかりとですね、胃を休ませてあげることができるというふうに言われてますので、まあそういったのをね、非常に私もいろいろ研究をしながらですね、自分が無理なく継続していけるものをね、継続していきたいなというふうに思ってます。運動に関してはですね、私も結構継続してできてるんですけども、食事管理はですね、まあ、まだまだ難しいんですけども、そういうのもね、意識しながら日々やっていければいいなというふうに思ってます。はい、ということでですね、本当に87歳でこんだけ活躍されているのは本当に素晴らしいと思いますし、私もですね、80代になってもね、元気な形でいたいなというのはですね、本当に思いますので、参考にさせていただきたいなというふうにですね、思っておりましたので、本日動画の方に上げてみました。もし本日の内容が良かったら、ぜひいいねをよろしくお願いします。チャンネル登録の方もぜひこちらの方からお願いします。X の方もぜひこちらの方からフォローしてくれ幸いです。また日々稼ぐノウハウについてメルマガの方も配信してますので、こちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。Thank you guys for watching and I see you guys tomorrow. Bye.